それでは、えっ、ー、と、物理数学2の授業を始めたいと思います。えー、今日は、軍論を勉強してみましょう。軍論の基礎を勉強してみます。えっ、ー、と、まあ、物理はともかくてぶ、物理もそうなんですけどもちろん、化学とか、まあ、いろんな分野で自然科学で軍論っていうのは非常に役に立ちます。なので、皆さん絶対勉強しておいた方がいいと思います。 でえっと、今回、軍論の基礎を勉強して、えー、次回はですね、えっと、応用として、まあ、僕の専門であるですね、この、えー、クォークとか、そういう話で軍論が大活躍するので、まあ、その話をしたいと思います。いろんな分野で本当に軍論というのは基礎になっています。では始めていきましょう。えっと、まず じゃあ、スピンが2分の1の2つの角運動量の合成でやったことありますかねえっと、今、スピンが2分の1のものが、こう一個、2個あります。なので、上向いて、上向いて、上向いて、下向いて、で下向いて、上向いて、下下、みたいな。まあ、この4パターンがありそうですよね。単純に考えると。そうすると、これ上上だから、これはスピン1を持っていて、まあ、これは0。 でこれはマイナス1。方向を考えるんだったら、大きさだったら1だけど、えー、下向きなので、z 方向。上下方向、z とすると、下向きにマイナス1。に、すごい単純に考えると、なってそうですよね。でところが、まあうんまあ、そうですね。で、そうすると、この、なんていうんですか、えーっとえー、大きさと、それが z 方向の向き。大きさと z 方向の向き。 これが2つありましたと。独立なものが2つありました。独立なものが2つあったっていうときには、この掛け算、丸掛け算、直積と言います。直積があったとき。それで合成してみると、どういうものになるかっていうと、おそらく大きさが1で、z 方向が1。それから大きさが1で、z 方向がマイナス1。それからこの2つっていうのはなんか、 スピンが逆転しているので、なんか大きさも0だったら当然 Z 方向も0。まあこんな風になりそうですよね。で、これ正しいのかなって思うわけです。単純に考えるとこうですよね。で多分勉強したことはあると思うんですけど、正しくはそうじゃありません。ちゃんとやってみると、この大きさが1で Z 方向、大きさが1のものは3つあったと。 で、それは上上っていうのと、まあ、言ってみれば横横ですかね。横こんな図を書いて、上と、こっちとこっちみたいな。この横方向のやつがあるんだと。大きさは1だけど、Z 方向のコンポーネントは0なんです。そういうものがあります。それが、この、この人たちの重ね合わせですね。こいつらの重ね合わせ。重ね合わせ状態。まあ、これがいわゆる量子力学のエンタングル。 している状態ですけれども、上下、下上の重ね合わせ状態。これがちょうどまあ横向きというか、言ってみれば横向きみたいなもんで、Z 方向は0だけれども、大きさは1なんだよと。で、これが3つ、3つのセットになっています。で、3つの3つ子ちゃんなので、こういうことを30項と呼びます。で、もう1つ、本当に00、大きさも0で、それから、 大きさがゼロだったら、Z コンポーネントもロに決まっていますので、ゼロまあ、これは、一人っ子ですね。これが、さっきと、こう、直行する方向。マイナスですね。上下、マイナス、下上、みたいな。それを、マイナスで足し、マイナスして、したもの。これが、一重項です。この一重項と三重項に分かれる。まあ、多分、やったことあると思うんですけど、になります。 これが軍論の言葉ですね。今からどうしてこういう部分になっていくかっていうのをあの見て、見ていき,いきたいんですけど、えー、っとあ、まあ、今こうやったのはこうですよね、えー。こういうのを合成してやったときに、このスピンが1のものが3種類あると。で、それは Z 方向が0のものがここに来ていて、それはさっきのここと直交している方向ですね。 Lz っていうのは L の L が L から L-1、L-2、L-3D、点点ってマイナス L までの状態。整数の値を取りましたね。で、こういうものがですね、分論を用いると正しく理解することができます。それから、えっと、この今言ってるスピンですね。スピン2分の1っていう状態ですが、このスピンっていうものが、 まあ、辞典のようなものっていうふうに今まで、えー、習ってきたと思います。まあ、先生なんかは必ず辞典みたいな問題を持っていったと思います。でも辞典って言い切る人はいなかったでしょで、それは何でかっていうことが、えー、この後の話でわかります。辞典のようなものっていうことがわかります。で、それからですね、えっ、ー、と、 陽子と中性子の話をこの前しましたが、陽子と中性子の間の引力っていうものが出てくるんだよ。角力を考えると、実は陽子陽子中性子中性子同士は積力なんだけど、引力になるとはのは陽子と中性子の間だけだよっていうのも、この群論を使って説明することができます。非常にわかりやすい話です。では見ていきましょう。というわけで、今日は、 群論のレビューを簡単にやっていきたいと思います。まあ、これも、えー、細かくやっていくっていうか、数学的にやっていくときりがないんで、えっと、僕たち物理屋なので、えー、物理に即した感じで、えっと、見ていきたいと思います。で、群論の始まりは、まあ、これ有名な話ですよね。まあ、ガロアっていう人がいて、この人がこの5次元以上の代数方程式、 に解の公式がないことを、この軍論を使って、まあ軍論っていう言葉はなかったわけですが、彼の証明したものから軍論がスタートしてきたわけです。ガロアってすごい若くして、決闘して死んじゃうんだよね。大学受験も2回ぐらい失敗していたと思います。で、えっと、ちなみにこの、え、こういうやつですね。 xn+,a n-1、xn-1、複素数も含めて、これ、n g 方程式ですね。代数方程式。で、それらはあの、今まで複素関数論やってきたので、n 字の代数方程式は、その重解も含めてあの、重なりも含めて、n 個の解を持つという定理がありましたね。 だけど、五乗方程式以上だと、この解の公式っていうものを作ることができません。っていうのを証明したんですね。まあ、解の公式、まあ、どういうことかっていうと、その、指則演算を、指則演算、足す引く割るかける。それから、えっと、べき、べき根。えっと、な,なんだ。N10 根みたいなやつ。N10 分の何,何とか根でもいいんですけど、えっと、そういうものだけで、 有限界で会議の公式みたいなのを作ることができないっていうのをガロウが示したわけですね。皆さんと同じ年よりもうちょっと若いくらいじゃないですかね。はい。で、これが始まりです。で、まず、群っていうものを定義したいと思います。群っていうのは何かというと、3つ条件がありまして、結合則、それから単位元の存在、それから逆元の存在、この3つを満たす集合を群と言います。 で一つ目の群、まあ今ちょっとここは数学的、数学寄りでちょっとあれですけど、あのー、ぼーっとしちゃうかもしれませんが、ちょっと聞いててくださいね。まず結合則って何かというと、群の要素。まあ例えば ABC という群があったとしましょう。要素。ABC からなる要素が。ABC からなる、あの、えっと、群があったとしましょう。で、演算、この丸っていうのを考えたときに、 この3つの要素の中で、A と B を先に作用させてから C をやる。っていうのと、B と C を先にしてから A を作用させる。っていうのが等しいよと、まあ、結合則。こういうのを結合則と言います。で、次。次は単位元の存在。すべての要素に対して、すべての要素。群の中にいるすべての要素に対して、この A にこの i をかけると、 それは、えっと、A に、A のままだよと。これ単位元と言いますね。単位元。これが一位的に存在する。というのが、これが単位、えー、っと、単位元の存在という意味です。それから逆元の存在。これは何かというと、すべての要素について、A に、えー、っと、A インバースをかけてやったやつが逆元に戻ると。で、こういう A インバースというものが、やはり一位的に存在する。 で、これらを満たすものが群です。え例えばですね、まあ、ここでちょっと言葉なんですけど、A0B っていうのと B0A をひっくり返したようなやつですね。順番。順番を変えても同じようなやつ。っていうときには、これは果敢。えっ、ー、と、交換可能だっていう意味では、果敢ですね。うん、果敢群アーベル群と呼ばれます。例えば3たす5と5たす3は同じですよね。 こういうのは、果敢群です。一方、A×B と、まあ、b B×A とは違うよ。違う。これは、果敢じゃないので、交換可能じゃないので、非可敢、非可換群と呼びます。ノンアーベリアン、ノンアーベル群と呼ばれます。まあ、例えば一般的にこの行列っていうのは、掛け算の順番によって違いますよね。なので、こういうものは、非可換群です。 じゃあちょっと例を見ていきましょう。まあ何でもですね、具体例を見ていくのが一番わかりやすいと思います。まず一つ目の例です。例1は、過法プラスという演算は、群の要素が整数に対して群をなします。いいですかね。整数の、整数の要素。マイナス N、マイナス N-1、0、1、なんとかなんとか。 に対して、プラスという演算っていうのは、えー、<laughs> 整数。まあ、これ、オペレーターですね。オペレーター。演算は、この、その作用する空間、オペランドですね。オペレーターに対して、オペランドも決めてやらないといけません。をなす。例えば、じゃあ、結合則は成り立つ。どうだろう。3足す4引く、あ、ごめんなさい。3、まあ、足す、足すなんですね。足す4足すマイナス5。 に、まず3足す4を先やってしまうのと4、4足すマイナス5を足してから3を足す。これは一緒ですよね。まあ当たり前ですね。というわけで結合則が成り立つと。それから3足す0。0っていうのはいつでもこの自分自身に戻りますから、0が単元です。で、それから、じゃあ、えっと3、3にマイナス3。これも群の要素ですよね。整数なんで。 でこういうものがあって、この単位元に戻るので、マイナス3が逆減として一時的に決まります。いいですかね。なので、例えばじゃあ、加法プラスという演算は、自然数、群の要素が自然数だったとすると成り立たないですよね。自然数には0とかマイナスがいるので、だからその場合には、えー、自然数の要素に対して下方、加法プラスという演算というのは、群をなすことは。 ななせないわけですね掛け算なんかもそうですよね。掛け算、今度は3かけるかけかける×この三分の一っていうのを入れとかなきゃいけないから、から整数じゃだめですよね。有利数にしなきゃいけませんよね。3, かける3 ×三分の1。あ、ごめんなんとこっちか。3 ×ける三分の一 掛け算はごめんなさい。単位限は1ですね。もちろん。ごめんなさい。1。これは入ってますね。1。でも逆限がないですよね。3分の1がないといけないから。これが1に戻らなきゃいけないから。だから、えー、自然数に対して、では、整数に対して、掛け算という演算は群をなすことができないと。そういう感じです。なので、オペレーターとオペランド。オペレーターがかかる空間に対して、えー 群群をを出すすかかか決決めててやらないと群を出すか出さないかっていいとさっうのはままりませんじゃあもうちょっとなんかかっこいい例というかかっ,いいかっこいい例をやってみましょう。二次,次元平面での回転群。二次元平面での回転群。こんなやつですね。えー、高校の時も散々やったと思いますが、こんなやつ。シーターの回転ですね。xy 平面でシーターを回転してやると。 で、その回転群は名前があって、えー、この SO2 と呼ばれ、呼ばれています。二次元の直行、大底ソゴナル。O はオーソゴナル。直行っていう意味ですで。S はスペシャル。デターミナントが1です。っていうもの。あえー、回転した時に良い棒がぐーんとぐるぐる回すとの伸びないような回転しても大きさが変わらないと。で、まず、この場合ですね。 群の要素は、ある角度の回転を行う演算というものを群の要素としましょう。それに対して、下方プラスという演算が、オペレーターが群を成します。まあ、つまり、30度回す、40度回す、マイナス50度回すっていう要素、まあ、いろんな要素があるわけですよね。ある角度の回転を行うという演算、そういう演算が群の要素です。 それに対して、こう、足し算が群を成していると。まず30度と40度を先にやっといてからマイナス50度するのと、40度とマイナス50度をしてから30度を足したものっていうのは同じですよね。共通です。なので、結合則を満たします。それから30度回すのに0度回すっていうのを足し算してやると、 それは0度って何も変えてないので、これは30度のままだから、0度を回すっていう演算が、こういう演算が単位元ですよね。それから30度回すという演算に対して、マイナス30度回すというものは、この0度になりますから、結果。だから、マイナス30度回転を行う演算っていうのが逆減になります。いいですかね。 で、さっきこのデターミナントっていうのは、もう、あの、覚えてると思いますけど、行列式のことですね。えー、これかける、これ引く、これかける、これ。コサイン辞乗引く、サインマイナス二乗だから、コサイン辞乗足す、サイン辞乗イコール一ですよね。コサイン辞乗足す、サイン辞乗イコール一。なので、デターミナントは一です。という意味で、このスペシャル。なので、S が付いています。で、ちなみに、さっきはですね、 えっと、整数だったので、ディスクリートでしたよね。不連続でしたが、今度はサインとかコサインとか、これは連続な関数ですよね。しかも微分が可能です。こういった要素、こういう要素ですね。こういう、こういうもの、要素が連続の成分、サイン、X。このよ、要素が、要素が連続で、しかも微分可能である。というときに、その分は、 群と呼ばれています。D 群。ちなみにですね、えっ、ー、と、これ、オーソゴナル、オーソゴナルの行列ですけれど、えっ、ー、と、ちょうど、えー、インバース。シーター回転に対してマイナスシーター回転のものが、この逆弦ですよね。そうしたら、ここにマイナスシーターを入れてやればいいので、サイン、えっ、ー、と、サインは、えっ、ー、と、 偶関数だから符号は変わりませんが、マイナスシーターをに、シーターをマイナスシーターにしてやると、サインの符号が変わるので、こっちがマイナス、こっちがプラスになりますよね。で、それは何かっていうと、点値取ったことと等しいですよね。点値っていうのは、こっちとこっちをひっくり返すってことです。この、この対角成分に対して、こっちの成分とこっちの成分をひっくり返す操作を点値と言います。点値すると、マイナスがこっちにきますよね。 なので、ちょうどオーソーナルのインバース、逆行列っていうのはちょうどこの点値、点値したやつに等しいというふうになっております。1っていうのはこの単位行列ですね。単位弦みたいなもんです。はい。じゃあ、まず一番簡単な、えっ、ー、と、ユニタ複素ユニタリー群を見ていきましょう。 1かける1行。まあ、あの数ですね。行列じゃなくて数。数。1かけ1の数に、複素ユニタリー。これが複素数だよっていう。で、えー、ユニタリー行列なので、U ダガー U っていうのが、えー、ユ u ダガー。まあ、今度はさっきは、えっ、ー、と、オーソリアルな時には、こう、これ、こうでしたが、複、えー、素の時には、点字ではなくて、ダガーですね。 だが、だがっていうのは、点値を取って、さらに、点値を取って、さらに複素共益をしたものです。エルミートコンジュケート。で、実はこれっていうのは、この SO2 に等しいです。と同じものです。二次元空間の回転群に等しいと。2×2 の行列じゃなくて、複素数を使えば1、1×1 でいいよと。 まあ今まで複素関数で散々やったと思いますが、まあ、こんなやつですよね。まあ見ていきましょう。で、えー、まず2次元の方からいきましょうか。2次元のは簡単ですね。2次元平面でのシーター回転っていうのは、さっきもやりましたが、コサイン、マイナスサイン、サイン、マイナスコサインとかけました。で、ここで、まあ、こういうのを 物理って、こう、とか数学で考えるときに、こう、有限の回転とか有限の操作を考えるときに、そ、その前に、まず、すっごくちっちゃな微小回転っていうのを考える。シーターがつまり、すっごいちっちゃいときですね。シーターがめちゃめちゃちいちゃいとき。めちゃめちゃちいちゃいとき。で、これはどう,いうふうに書けるかっていうのを書いてやろうと。で、それをこんなふうに展開してやりましょうと。シーターがちっちゃいときに、 この、えー、1100に足すことの微小回転の形で書けないかと。何もしないときに対して微小回転の部分をこの J っていうもので書けないかなっていうふうに書いてみますで。これは簡単で単にテーラー展開すればいいですね。で、テーラー展開してやると。で、コサインは1時までとっても、シーターがすごくちっちゃかったとすると、 えー、ここは0ですね。で、ここはマイナスシータで、ここはシータですよね。なので、こう書けますよね。ちょうどこの行列を使うと。いいでしょうか。これは、えー、なんか、ちょっと書きにくいな。えっ、ー、と、1、1で、ここシータ、マイナスシータ、シータですよね。ちっちゃいとき。 で、11の部分、一一の部分をさっぴいてやると、こことここのところはどうだったかっていうと、1足す、あれ、これなんか、どうやって書いたらいいんだろう。書けるのか。こうやって書けばいい。これは、あ書けるぞ。ちょっと待ってください、ね。そうないか。これはどうなってるかっていうと、11足すことの、 え、デル、マイナスデルタシータ、デルタシータ。ですよね。いいですかこれ、コサインが展開したときは1だし、シータがすごいちっちゃかったら、シータをデルタシータと今書いていますけど、そうするとこんな風に書けるので、1、これ1と書きますね。まあ、はい、い1、一と書きます。1たすデルタシータで書いてやると、マイナス1、1。こういう風になりますよね。なので、こういう風に書けると。 チーターからほんのちょっと、この方向に対して、ほんの少しだけずらしたよっていうことですよね。なので、こういうふうにかけると。で、この方向のこと、この方向、この方向は大事なわけです。1からどんだけずらしたか。で、この方向が、この回転を決定的に決めているわけで、これをですね、SU2 の生成子、 ジェネレーターと呼びます。で、微小回転が分かればですね、微小回転が分かれば、それを繰り返して、ずーっと繰り返していったら、このマクロな有限の回転が得られるはずです。で、シーター回転をですよ、例えばシーターイコール N, N 倍のデルタシーターと置いてやりましょう。で、N を無限大に持っていくけど、その代わり、 それを、その、こう、こういう,ふうに書き換えておいて、無限大持っていて、これをあ、あなんか言い方がまずいな。n、n、n 回するけど、この回転自体は n 分の1。で、n を無限大に持っていってやると、まあ、ちょうどこの式が使えますよね。このネイピアスの定義だった、こいつ。そうすると、こうなるじゃないですか。エクスポーネンシャルの肩の上に j シー,ターが乗っていると。 いいですかこれ有限のシーター回転っていうのはこのジェネレーターを持ってきてエクスポーネンシャルの肩の上に載せておいてでその前に回したい角度をかけておけば、えー、作れるわけです。ほんのちっちゃな回転っていうのがさえ分かればほんのちっちゃな回転のそのジェネレーターの方向さえ分かれば有限,な有限なこの角度の、えー、群の要素が得られるわけですね。 まあ、あの、確かめてもいいんじゃないですかね。これをテーラー展開しましょうよ。テーラー展開するとこうでしょこれ普通にテーラー展開してるだけですよね。で、ここで今度は J っていうのは、えっと、行列です。2×2 の行列でした。で、まず1っていうのはこの単元でしたね。で、J っていうのはこれでしたよね。これが J です。J。で、J の事情っていうのは今度はマイナスの単元になります。これ、えー、2回かけてやればわかると思いますが。 押うすると、マイナス1、マイナス1になるので、マイナスの次乗。で、今度は3乗のところは、えっ、ー、と、このひっくり、ここ、これ、マイナスがかかってるわけですね。こういうマイナスがかかったところに、こうかけるから。そうすると、各要素を見てやると、ここの部分は、1、次は2分のシーター2、2、2の解乗分のシーターの2乗のマイナス。 っていうふうに、こ,こコサインが出てきますよね。すごくうまいこと。で、ここの部分は何が出てくるかっていうと、シーターにマイナス3、三回乗分のシーター3乗。点点点で、サインシーターの2乗。まあ、すみません。サインシーターが出てきますよね。ここは、えー、ここの部分っていうのは、えー、っと、マイナスサインが出てくるし、下、下のところはコサインが出てきます。というわけで、ちゃんと、この、 なんだ二次元の回転が出てくるわけです。生成子この方向だけが、だけじゃないけど、この方向がすごく大事なわけですね。なので、まあ、今学んだことをなんかまとめると、結論だけ言うと、その群の生成子っていうのを見つけて、エクスポネンシャルの肩の上に乗っければ、有限回転の 無限小じゃなくて有限回転の群の要素が得られるわけですね。だこの、これがすごく大事なわけです。じゃあ U1 にとってシータ回転って何だったかっていうと、これリアル軸で、こっちがイマジナリー軸で、シータ回転ってこんなやつでしたよね。だから、こういうふうにかけると。で、えー、と、オイラーの式から、エクスポーネンーシャル i タっていうのはコサイン足す e イサインシータ。 こっちと見比べてやるとどうかっていうとちょうど i っていうのがこの j という行列。j、さっきの j という行列、こいつですね。こいつと i がちょうどこうなんか対応していて、so2 っていうのと u1 が等価であるっていうことが分かるわけです。いいでしょうか。じゃあ次、su2 をやってみましょう。 さ U1 っていうのは、えっ、ー、と、過感群です。まあ、これ、こっち回転したやつとこっち回転したやつ、こっち30度、こっち20度と20度、20度、二十度、こっちしてから30度やるのと、えー、あの、順番によらないわけですね。ところが、今度 SU2 っていうものは、これ、非過感群になります。で、えっ、ー、と、えー、逆行列。 まあまあ、ユニタリー行列なので、ユニタリー行列の定義が U ダガー U、UU ダガーがー1になりましょう。っていうのがユニタリー行列ですね。なので U インバースは U のダガーになっていると。まあさっきのも当然そうなわけですよ。あの U1 の時も。これのダガーっていうのは、えっと、複素教益を取れってことですから、点値は意味ないですよね。1×1 のものだから。 クソ教育取ったらマイナスになるじゃないですか。クソ競技取ったらマイナスになりますよね。マイナスシーター回転なので、ちょうどこれを満たしますよね。シーター回転にマイナスシーター回転にかけたら、元通りに単位元に戻りますよと。だから、ダガーをかけると、ちょうど、えー、逆行列になっているので、なので、これはあ逆元になっているので、ユニタリー行列になっていると。で、SU2 も同じです。 で、SU2 って言ったときのこの2っていうのはこの 2×2 の行列。で、群の要素は複素、複素数、複素数です。さっきと U1 のときと似てますね。で、これ実はですね、SO3 っていう3次元の回転群と回転、3次元回転と局所的に等価です。同じです。で、あとでその局所的っていう意味をちょっと言いたいと思いますが、 大体同じものです。で、まずこっちから見ていきましょう。こっちは僕たちはよく慣れているので。SO3 ですね。三次元空間の回転。で、まず、えっ、ー、と、こいつ、Z、r z シーターっていうのは、Z 軸周りのシーター回転をしてあげましょう。ここ、XYZ です。Z 軸に対して、XY 平面内でシーターの回転をしてやると。これを RZ。 と書きましょうで次、X 軸周りのファイ回転。X を固定しておいて、その周り、X 軸をこの周りに、えー、YZ 平面でこの θ 回転を、θ じゃないや、ファイ回転をしてやると、まあ、こんな感じになりますね。で次、RY っていうのを、Y 軸周りのこのラウンドファイ。 花文字ファイで回転してやると、ここを固定して、X と XZ 平面内でのファイ回転になりますね。まあ、こういうふうに書けばいいわけですよね。もうこれは僕たちはよく知っていると。で、この3つはお互い独立ですよね。完全に独立です。で、すべての回転っていうのは、空間の回転は、この3つの線形結合で書けるはずですよね。どんな回転していても、 y 軸周りのシーター回転、z 軸周りの、え、z まじで、z 軸周りの何とか回転、x 軸周りの何とか回転、y 軸周りの何とか回転の線形結合で書けるわけですよね。まあ、つまり、なんていうんですか線形結合って言うんだから、この三次元空間のなんかベクトルみたいなもんですよね。三次元空間みたいなものです。じゃあ、この三つの 三次元空間って言ったら、三つの単位、単位、えっ、ー、と、単位ベクトルがあったわけですよね。1、100、1、010、001みたいな。この単位ベクトルのようなものは何だろうって考えたとき。じゃあ何でしょうね。何だかっていうと、答えを言ってしまうと、その方向の三つの生成子になります。これ J Z、jz、jx、jy。 それは、これを、微小回転したとき、下を、しといて、ま、微分して、えっと、0を入れたとき、ま、微小回転ですね。それにイ分の1をかけてやると。おのこれが、Z 軸周りの微小回転。生成子で、これが、X 方向の微小回転。 これが Z 方向、ごめんなさい、Y 方向 y、Y 軸周りの生成子になっています。これが単位ベクトルみたいなものです。この、さっきの。で、これらはですね、えっ、ー、と、エルミートです。エルミートっていうのはダガーを取った時に、えー、元通りになっている。複層共液して、えー、自分自身に戻るやつは次数でしたよね。 だいたい物理量っていうのはエルミートじゃないですか。なんか複素数って出てこないですよね。はが、なんか、え抵抗を測ったりとか、電流を測っても複素数って出てこないから、そういう物理量っていうのはエルミートで書かれています。ハミルトニアもそうですよね。エルミートですよね。で、これらエルミート。生成子は必ずエルミートになっています。生成子はエルミートです。で、えー、ポイントは何かというと、この式が成り立つ。 えぇ、ー、jx かける、jx と jy の交換関係。これ、こ交換関係をやったときに i, i, j, z が出てくると、えー。まあ実際にちょっと皆さん確かめてほしいんですけど、えー、っと、これ、う、え、ん、っと、ここ、マイナス -i, i。それから、えぇ、ー、i, マイナス s i。 っていうのと、それから i、マイナス i っていうのと、マイナス i、i っていうのをやってやると、答えはこんなふうになって、実際にちょっとやってみてくださいね。一回はやってみた方がいいです。マイナス i、i。こうな、まあ、j、jx j、j y j y jx イコール i 倍の jz になっていると。 それから、y、y と z についても x。で、z、x について y。まあ、こんな風にサイクリックになってるわけですね。サイクリックに。x、y、z で、こう、こういう感じでサイクリックになっています。で、これ一回一回毎回これ全部書くの大変じゃないですか。なので、よくですね、こうまとめてこう,いう風に書きます。多分、まあ、皆さん見たことあると思いますが、 x, y, z を 1, 2, 3としましょう。x, 1, x を 1, y を 2, z を3と書きましょうか。そうしたときに j, i, j, j, j っていうのは、この i のこのレピ,レピチビタがかかって j, z, j, k になっていると。で、k っていう字文字が2回出てきたときは、それはそこで縮約するという意味です。縮約するという意味は、そこで足し算をするということです。 k が1,1足す2,2足す3,3っていうのを足し算していくと。サメーションのルール。サムする意味です。和を取ります。で、この記号。記号っていうのは、1,2,3,2,3,1,3,1,2の順番になっているときは1。で、同じもんがあったら0になります。1,1,3とか。このやつは0。2,2,1とか。同じもんが出てきたら0。 それで、えー、一個ひっくり返したやつ。順番を。サイクリックから。2、1、3とか。そういうのはマイナスです。一回ひっくり返したやつはマイナスです。1、3、2とか。そういうのはマイナス。いいですかね。で、これが成り立っています。この生成子ってすごく大事な基本、基本ベクトルみたいなもんでしたよね。基本ベクトルの中に、こういう関係式が成り立つよと。で、このことを、 群の台数と呼びます。あるいは、えー、ですね。関、関って書けないな。こ,こなんなやつ。ん。環太平洋の関。これリ、リー、リーアルジェブラの関なので、リー関って呼んだりもします。まあ、リー大数ですね。で、ここ。ここは大事ですよね。ここどんな風になってるか。で、ここのことを構造定数とよ呼ばれる、呼ばれています。 群の構造を決める重要なものですね。いいですかはい。というわけで、えー、SO3 に関して3次元空間の回転。で、微小回転っていうのはこんなふうに書けるよと。で、この愛、この生成子が3つあったわけですが、この生成子が3つあったわけですね。 で、それに対して微小回転を繰り返していけば、マクロな有限な回転が得られるはずです。これはさっきの U1 の時、SU、SO2 の時と一緒ですね。例えば Z 軸周りのシーター回転っていうのは、シーターをやっぱり N 倍のデルタシーターって置いておいて、ここ。で、N 乗して N を無限大に持っていけば、さっきの式と同じで、こんな風に結局肩の上に乗っけたものになっているということです。 まあ実際やってみましょうと。まあ、さっきと同じですね。さっきと同じことをやってやると、Z 軸、Z 軸周りで、まあさっきと全く同じですね。この J、J を使って書いていくと、こんな風になるので、まあ、確かに Z 軸周りの回転になってるよっていうことがわかります。さて、3次元空間の回転では、まあ3つの回転軸があるわけですよね。 だから3つの生成子があったわけです。で3つの座標形から2つの軸を選んでその平面内の回転と思うことにするとその組み合わせっていうのは3の中から2個を選んでくる3の2のコンビネーションですよね 3c2 なのでまあ3個あるまあ軸を1個選ぶっていうのと、えー、2つの軸を選んでその平面内の回転っていうのはまあ同じですよね 3c1 と 3c2 は一緒ですもんね3です で、3個の生成子があると。じゃあ、一般に N 次元空間の回転ではどうかというと、SON ですね。どうかというと、N 個の中から2個を選んでくる。N 個の中から2つの軸を選んできて、その空間、その空間内での回転ってことを考えることに等しいですよね。だから、それは NC2 なのでこ、こうなります。こんだけの生成子があると。 まあ、例えば僕の専門のあの、大統一理論ってあるんですが、SO10 なんていうのを考えますが、SO10 の時には 10C2 10ですね。これを使うと 10C2 で 10×9 を2で割るので45個。45個の生成子が出てきます。実はこれがですね、その、えー、力を伝える粒子がいくつあるかということと関係していまして、この45個あるということになります。 じゃあ、いよいよ SO2、SU2 を見ましょう。SO3 と、ほぼほぼ等しいものです。三次元の回転ですけれども、2×2 の、今度は複素。成分が、こういうところが複素数、複素になっていると。で、こういうものを満たすので、ユニューイタリー行列。2×2 ですね。複素行列で、で、デターミナント、S は、デターミナントが、え1。 まあデ,デターミナントの絶対値が1っていう意味ですが、こういうものになっているものを見ましょう。U の成分をまあこういうふうに書いてやりましょうか。A、B、C、D と。UU ダガーとか U ダガー U イコール1っていうことなので、これは U ダガーが U のインバース。つまり、この複素強液取るけど、これ、ひっくり点値取ったやつですね。これのダガー取ると複素強液取っておいて、 基礎教液取っておいて、こことここをひっくり返すので、C と B がひっくり返ってますよね。それが、えっと、この、え逆行列になっている。逆行列。これの逆行列ってこう、こうですよね。で、デターミナントとかまた割るのかなまあ、今、デターミナント1っていう条件でやりましょう。そうすると、デターミナント1分の1だから、まあ、これでいいですよね。で、この式から、 各々が等しいので、A と D、この A スタート D が等しい。それから B、B スターマイナスと C が等しい。まあ、こういう式が出てきます。で行列式が1であるのをもう1回書いてやると、まあ、これをここの中に入れてやっておいてからこう書いてやって、これをデタミアンと1なので、これかけるこれ引くこれかけるこれ。そうすると A 二乗足す B の二乗が1になっていると。 いう感じになります。で、ここで注意すべきは A も B も複素数ですね。そうすると、リアルの自由度で書いてやると、A の実軸、B の実軸があるので、結局こんな感じになりますね。この A の実軸、A の複素方向、B の実部分、B の複素,複素部分、虚数部分。 を全部足しててやるると1になっているとこれは何かというと、3次元球面の式ですね。単位球面です。えっと、x 乗足す y 乗足す z 乗イコール1っていうのは2次元球面ですよね。3次元空間内にある、こう、x, y, z 座標の中の、えっと、こういう球、球、球面ですよね。で、こういうのは2次元球面なので、 スフェアの2次元という意味で S2 と書きます。それの拡張版。だから、えー、僕たち空間3次元しかないので想像しにくいんですが、4次元空間に住んでいる人たちからすると、こう、こんな感じで3次元球面。4つの XYZ ともう1つ、もう1つ軸があって、XYZ と直交する。それら、XYZ もう1つの軸の方向のあるやつの単位球面。 になっているとだこんなふうになんかあの、軍っていうのは、あのな,なんですか、えー、こういう、えっ、ー、と、機械学ともすごく密接に関係しているわけです。機化に、機械を使うときにも、こう、えー、軍を使えるんですね。はい。で、SU2 の生成子は何かというと、まあ,あの、ちょっと考えてみると、 やってみるとわかると思うんですが、実はこれがですね、パウリの行列に1 2分の1がかかったやつになっています。で、3つあります。3つあります。パウリの行列に1 2分の1がかかったやつ方向がちょうど生成子、ジェネレーターになっています。で、思い出しましょう。こいつらっていうのは、これを満たしましたよね。これ、あの、パウリの行列すぐできますよね。 多分勉強したことあると思うんですが、ほら、SO3 と同じ台数を満たすでしょ。だから、これ、同じなんですね。SO3 と SU2 っていうのは、この台数、ー台数だけ見ていると、局所的には全く等価です。全く等価で、生成子の数はどうかというと、 まずこれ 2×2 の複素行列だから、複素行列だったから、1、2、3、4で、4にお互い複素数だったから2倍かかって、もう8個の自由度があったわけですね。リアル、イマジナリー、リアル、イマジナリー、リアル、イマジナリー、リアル、イマジナリーで8個ですね。8個の自由度があります。で、そのうちからユニタリー、ユニタリーですよっていう条件があります。だいえっ、ー、と、これが4つの方程式がありますね。 4つの方程式があるので、条件式があるので、その4を引いて4個に減るわけですね。で、さらに、この行列式、デターミナント絶対値、行列式、あ、ま、の、絶対値、正,確あの正しくやると絶対値ですけど、が1という条件、スペシャルっていう条件がつきますから、このもう一つ自由度が減って、結局3個になります。なので、例えば sun ですね。この n 次元の n×n の複素行列のユニタリー行列の場合には、えー、まず行列の n×n だから、n の2乗を加えて複素数などに倍される。2n 乗、2n の2乗。この自由度がもともとあります。ユニタリー条件というのは、これ n×n の,の方程式があるわけですよね。条件式があるわけです。2n の二乗から、 このユニタリー行列条件、この n×n 個,個の方程式があるので、その分引いてやって、自由度は n の2乗になりますね。で、そこから行列式の1だよスペシャルの条件がかかって、n 次乗を引く1の生成子があると。で、実は強い相互作用っていうのはゲージ理論なんですが、これは SU3 っていうもので表されます。 なので、3の2乗を引く1個の8個。聞いたことあるかもしれませんが、グルーオンっていうのは8個あるんですね。で、実はこの SU2 は3個ですが、弱い相互作用、β 崩壊とかを引き起こす力ですが、弱い相互作用は SU2 で書かれます。なので、生成子が3つあります。聞いたことあるかもしれませんが、W ボソンが2つあって、Z ボソンが1個あるというわけで、3つなんですね。で、大統一理論。 SU5、一番簡単なやつですが、こうやった24個あります。まあ、こんなふうにすぐに計算できるわけです。さて、じゃあ、生成子が分かったので、エクスポネンシャルの肩の上に上げればいいわけですね。上げてやると、こんなふうに。そうすると、群のすべての要素が得られます。いいですかさっきと同じです。まあ、例えば、Z 軸周りのアルファ回転が欲しかったら、この、えー、っと、 タ,えー、とタウ3の方向。タウ3っていうのは2分のシグマゼ、まあ、3ですね。z 方向なんで。で、シグマ3っていうのは1マイナス1でしたよね。だから、エクスポーネンシャルの肩の上にこうかかって、マイナスで、こっちがマイナスで、こあごめんなさい、こっちがプラスで、こっちがマイナス。ただし、2分のがついてましたよね。タウっていうのは2分のシグマでしたよね。 で、ここ、K っていうのは足し算してますよ。え例えば、じゃあ、これがですよ。Z 軸周りのアルファ回転が欲しかったら、シグマんの方向、タウんの方向のものを取ってきてやって、で、このアルファ回転してやると。で、これが実はですね、Z 軸周りの確かに回転に等しいよっていうことがわかります。なので、これ1対1に対応するんですね。今、ちょっと嘘を言いましたけど、 おおよそ1対1に対応しそうですよね。SUO3 の群と対応します。で、ちょっとしょ、えー、せっかくなので、ちょっと見てやりましょうか。えー、っと、まず2、2位の、任位の、こう、XYZ っていうのを、この SU2 の中で書いてやると。こんな風に書けますさ。さっきのやつですね。えー、っと、そうか。ちょっとなんか、慣れないうちは書いた方がいいですよね。 こ,ここはですね、えー、縮約をとっています。つまり、サメーション。1、2、3。ここ、シグマ0。シグマ0っていうのは1、1のことですね。それから、えー、ここは何かっていうと、x1、シグマ1。x2、シグマ2。x3、シグマ3。で、シグマ1っていうのはさっきのパウリ行列、1、1ですねで、えー。シグマ2っていうのは、マイナス i、はい、い シグマ3って1-1でしたね。で、x1 のことを x。え、x2 のことを y。x3 のことを z。これを足してやりましょうと。そうすると1、1足す z。1引く z ですね。ここ。えー、ここ、z なので。パウリのマイナスのところですよね。それから、x はここ。1、1、1、1でしたね。非対角のパウリの行列。で、y のところはマイナス、y、i。なので、あ、こっちがマイナスかな。 なので、まあ、こんな風にかけると。で、x, y, z っていうのはこんな風にかけると。で、これを z 軸、さっきのシグマ3方向にアルファ回転あ、シーター回転になっちゃってるけど、シーター回転してやりましょうと。っていうときには、この場合、こう、両側からかけます。これはちょっと理由があるんですけど、両側からかけます。それで出てきた答えはこうなりますね。これ、まあ、かけるだけですよ。で、これが新しく行った先の この新しい座標での x'、y'、z' に行っていると。押すと、z' は何でかっていうと、ここで見比べてやると z だねと。で、x' は何かねっていうと、ここのリアル、リアルパートですね。押すと、えー、ちゃんと回転したやつになってると。で、z 方向はこのイマジナリー、イマジナリーとかですね。イマジナリーを比べてやると、あ、確かに、z 軸周りの回転になっているよと。 いうことが分かりますこれ一回やってみるといいんですがやってみた方がいいですね確かめてみましょうおお本当だ本当とだっていうことになるわけですというわけでこれ対応するわけですねで今見たのはこの SU2 SU と SU3 は台数が同じでしたね構造定数が同じつまりジェネレーターが満たす微小方向の交換関係っていうのは同じでした 台数が同じでした。で、代数とは微小、微小変換のところでしたね。局所的にはこれ全く等しいわけです。でも、群全体ではどうかっていうと、それはトリビアルではない。で、これ分かりやすいです。例えばここで見てやって、これ 2π 回転してやりますよ。α が 2π の時。2π 回転してやると、こっちはマイナスになっちゃいますよね。で、こっちは 2π 回転したら当然こう元通りに戻ると。 ところが、こっちは2分のが付いているので、2π 回転しても、2π 回転したらこっちはマイナスになっちゃいます。マイナスが出てくると。こう、いいですかね。で、4π 回転すると、ちょうど、あの、位相が 2π ずれるので、元に戻ると。ここだと、2π だと、2π 回転だと、ここの肩の上が π のとこ行くので、こっちがマイナスで、こっちがプラスになっちゃって、えー、元と逆になっちゃうわけですね。 0度の時と逆になっちゃうと。なので、えー、実は、こっちは 2, 2周して初めて元に戻る。こっちは1回転して戻る。というわけで、SU2 はの時点、これ時点ですね。Z 方向の時点。時点のようなものなんですが、ものなんですけど、2回転して初めて元に戻るような時点なんですね。だから時点じゃないですよね。フィギュア選手、フィギュアスケートの 選手の辞典とはちょっと違いますよね。2回転して、初めて元に戻ってくるので、ちょっと違いますよね。似てるけど、まあ違う。なので、えー、スピンっていうのは辞典みたいなもん、みたいなもんだよってみんな、先生たちが言ってたと思います。じゃあ、もうちょっと頑張って、えっ、ー、と、SU3 を見てやりましょう。今度は、えー、さ3かけ3の複素強 今度は3かけ3です。まあ、これ拡張ですよね。で、この、えっと、先生子の方向なんですけど、えー、まあ、他にもいろいろ取り方がありますが、有名なのはこのゲルマン行列というやつです。ここの部分が SU2 と一緒。1、2、3の部分。あ、8個あるって言いましたね。N の事情低い1だから、サザ,ザが9低い1で8個あります。方向は8個あります。 123方向はこの2け2上が 2×2 の部分のこのパウリの行列に1 2分の1がかかったやつ SU2 の3つですねで4番目はこう5番目はこことここ6番目はこことこ7番目はこことここのマイナス2シグマ2みたいな方向でラムダ8っていうのは11マイナス2みたいな感じになります みんなこれトレースレスです。いいですかね。パウリの、パウリのマトリックスもトレースっていうのはここの部分とここの部分を対角要素を足したやつをトレースと言います。パウリの行列もさ、0、0だったし、1マイナス1でしたよね。1足す、1足すマイナス1は0ですよね。みんなそうです。ここも1、1マイナス2。マイナス2なので1、1足す1足すマイナス2で0です。 もう生成子っていうのはトレースレスですね。で、えー、パウリの行、まあまあそうです。で、今度はどんな感じになってるかっていうと構造定数。ここリーダイ数はこんな感じになっていて、ここ、ここが構造定数でしたね。群の構造を決めています。まあこの取り方、ゲルマンの取り方するとちょっと複雑で、まあ、こんな風になります。で、注目すべきはですね、対角要素。 このジェネレーターの中で対角要素がいくつあるかってことなんですが、えっ、ー、と、パウリの行列のとき、SU2 のときは1 1っていうこの1個しかないんですよね。他のはこんなやつとかマイナスみたいなやつだったので、対角要素になっているやつはどこにあるかっていうと、ここに1 1。この3番目のとこに1個あって、それから8番目のとこに11 2っていう2個目があります。というわけで2つですね。 SU2 ではシグマ3の方向の1個でした。というわけで、実はこれランクって呼ばれるうなんですが、SUN には N-1 個の対角的な、対角的な生成子、対角要素。この対角要素のところのものが、えー、あります。N-1 個の、えー、生成子があります。これを群のランクと言います。で、もうちょっと頑張りましょう。 で、表現についてちょっと見てみましょう。表現。例えば SU2 の表現。表現っていうのは何かっていうと、さっきの SU2 の回転に対して、SU2 の回転に対して作用するオペランドのことです。こいつがどういうところに行くのか。この SU2 があって、どこに行くのか。オペランドのことですね。で、えっ、ー、と、2つの自由度があるやつ。これ2表現です。 SU2 の場合は、2表現、3表現、4表現、5表現、6表現、7表現ってすべての表現がありますで。3表現は、これはジェネレーターと同じ、同じこういうふうに書けるので、これは随伴表現、特別な表現。一番,一番元となる SU2 だったら2表現。1表現というのはないわけですね。1表現というのは、 これ 2×2 の行列だから、それに数がかかるっていうことはないので、その場合数がかかっても変わらないから、これは SU2 に対して何も作用しない。シングレットっていう意味です。一番単純に、一番基本的に作用するのは2表現です。で、さっきこう、両側からかかったでしょこの随反表現っていうのは、えジェネレーターと同じ表現ですね。3つある表現っていうのは、この両サイドから 用しますこれはこっち側からだけしか作用しない。で、4表現、5表現、6表現みたいなやつもあります。で、スピンに戻りましょう。で、スピン1 2分の1っていうのは実は SU2 の2表現なんですね。2表現です。なので、スピンっていうのは、えー、2周1して初めて元に戻るものです。で、この時に大きさと Z 方向の大きさ。 二つでこう、ブラケット、ブラでかけましたね。ブラケットでかけます。こっちがスピンの大きさで、こっちが Z 方、Z 成で、上向きっていうのはこう、大きさが1 2分の1で、Z 方向が1 2分の1。下向きっていうのは大きさが1 2分の1で、Z 方向がマイナス2分の1。これをこういうふうに、上下矢印で書いたわけです。それで、これと、 これをの直積って考えましたね。これ今、独立です。この人たち独立なので、これ直積で書く。この丸ペケっていうのは直積と言います。2×2、まあ、これ2つの自由度 ×2、2つの自由度で、こういうふうにも書きます。今、これ自由度としては4ですね。4つの自由度があります。まあ、この4つの自由度。まあ、上下、上下であるので、まあ、4つの自由度があることは明確ですよね。 でこれは 2×2 とも書きます。で、合成してやると、実はこんな風になってましたよね。スピンの大きさが1で、Z 成分が1、0、マイナス1。で、ここがちょうどエンタングルしているような状態。で、これは、これは大きさが同じだけど、なんかこの違った方向で観測されるっていうことで、三つ子ちゃんなわけですね。三つ子ちゃん。 この人たちは Z 方向を区別しなかったら、Z 方向を観測しなかったら、全く区別できないものです。だから三つもちゃんなわけですね。で、こういうのは三重と言います。だから三表現ですね。で、ここはシングレット。スピンの大きさが一つ。シングレット。なので、これとこれっていうのは全く別のものです。別のもの。スピンの大きさが違うので、別の状態です。 なので、これをですね、2×2、2け二の直積が、この規約表現といいますが、このちゃんと、ちゃんとこう分解してやると、直は丸プラスでかけます。自由度としては30項と110項。2つの独立したもの、直積っていうのは、30項と一1 0項。 2×2 は4で、3たす1は4なので、まあ、自由度は一緒です。保存しているわけですね。で、これはまだあの、えー、最小ユニット。これが最小ユニットですね。で、この段階では最小ユニットに、うん、まだなっていないわけです。分解されていないので、これからまだ訳せる表現というので、火薬、まだ訳せるよ火薬表現。 で、これはもうすでに、もうこれ以上、これ、最も基本的な量でなってしまった。なので、すでに訳された表現で、規約表現と呼ばれます。はい。というわけで、えー、まあ、sun や son なんかも同じようにですね、このよふうに合成することができます。まあ、ただしですね、su2 ってちょっと特別で、この基本表現と、 半基本表現。これ、スターを取ったようなやつ。っていうのが、まあ、同じなんですね。まあ、これちょっと特別です。だけど、SU3 とか SU4 とか SU5 とか、そういうときには、この基本表現と、この半基本表現っていうのは違うので、そ、そこはまた変わってきます。はい。えー、今日はここまでなんですが、えー、っと、じゃあ、質問があれば、えー、お願いします。じゃあ、ちょっと録画を止めましょう。